はい、ということで私のクリスマスプレゼントはねこちらでございます。でかっ、シーに比べちゃうとやっぱちょっと大きいんですよね。てかしほちゃんはねすごい頼んでたからね、本当にこまごまとしたのをたくさん頼んじゃって、うんうん、こんなっちゃいました。そうですね、大きい顔とかじゃなくて、うん、こまごましたものも、そうね、はい、ということで開けていきたいなと思います。ちゃんと希望に沿ってくれたんでしょうかね。ですね、うん、ちなみに何を頼んだんですか、さらっと言えますか。そうですね、はい、あの友達から今日 LINE が来て、うん、あの引かれたくなかったんで、うん、あの化粧水とか服とかって言ったんですよ、うん、けど漫画とかもあるんですね、うん、なるほど、あります、化粧水と服と、あとコスメと漫画、うん、おー、ざっくり言うとそんな感じですね。一応なんかこういう種類のものが欲しいとか細かくもいろいろ書いたの。なるほど、まあいいや、とりあえず見てみましょう。あ、無印ですね。なんとかクリームタイプ化粧水、うわ、そういう細かいやつね、細かく、うわ大変だ、これ多分届いてると思います。はい、かわいい袋がね、そのね、なんか紐にねしょこちゃんって書いてあったの。よし、じゃあ、行きますね。うん、何？一個ずつ出す？一個ずつ出しますか。はい、まず口にしたんで、あの化粧水の方から、はい、絶対にもう無印の袋ごと入ってる。どう考えても化粧水、サンタさん無印言ってくれたんじゃないの。これで、ね、化粧水入ってなかったら、うん、あれですね、ちょっと見てみようよ。見てみますか。うん、サンタさん、これサンタさん無印言ってくれたんでしょ。すごい、何だろうな、レモン。どう？入ってる。入ってる。まず、うん、クリアケアの化粧水。はい、これ欲しかったやつ。欲しかったやつ。はい。めっちゃ大きいね。でかい、しかも。いつもよりサイズがでかい気がする。あと、このクリアケアクリーム。あ、欲しかったやつ、これも頼んだ。これも頼んだ。で、あとヘッドポンプ。ああ、これはね、シュシュシュってやつ、ね、でっかいやつ、なるほど。あと導入せ化粧液、はい、はい、でかっ。 え化粧水2個頼んだの。これは化粧水じゃないか。あ、そうかそうか、導入なんとか頼んだの？頼んでないのに来た。サンタさん分かんなかったのかな。あ、まあこれも入れとくかみたいな。あ、じゃあよかったね。これは頼んだの、うん、なんかそうそう、いいって聞いて、ちょうど化粧水もなくなっちゃってて、うん、これいいって聞いてたから。それ箱からちょっと出せる？普通のクリームですよ、うん、え、待って、見た目から違うね。かわいい。あ、かわいい。はい、こんな感じです。いいね、これですね。これと、これですね。これ、はい。これが無印でお願いしたやつですね。そうですね。素晴らしい、サンタさん。さすがです。はい、じゃあ次行きましょう。次行きましょう。次は何だろう。うわ、超幸せなんだ、うん。なんかいっぱい入ってるんだけど。は、マジ？何から行く？何でもいいよ、好きなの。手前から行きますね。手前からね。お、あれ？ミミちゃん？お、色違いじゃない？もしかして。まあ、でもしーちゃんにはスカートがついてる。え、かわいい！スカートっぽいね、それ。スカートっぽいね。うん、開けてみる？一応。洋服です。あ、洋服って頼んだね、あなたは。でも頼みました。だからスカートついてきたんじゃない。あ、なるほどね。けど別にさ、何とかまで指摘しちゃうとさ、うん、ちょっとあれだから。そうだよ、ね、今回はサンタのそのセンス、センスに任せた、任せたんだけど。あ、じゃあ姉妹でこの緑と赤を着てってことだったんじゃない。あ、クリスマスだけにね。クリスマスだけに。サンタさんも考えたんだよ、きっと。あ、なるほどね。これの緑版がリミと。そう、リミちゃん緑。あ、かわいい。かわいいでしょ。めっちゃかわいい。しーちゃんが赤で、これリミちゃん緑。ね、リミの時に見たけど。かわいいっす。かわいいっす。で、私にはスカートがついてる。
カート。あ、かわいい。ロングが私大好きなんだけど。ね、ロング大好きだよね。え、サンタ分かってんじゃん。うん。あ、ロングスカート、うん、あ、おー、かわいい。サンタに上からして、サンタ分かってんじゃん。いいじゃん。すごい。さすが。ハンガーにかけたいね。シワになってきてるね。じゃあ洋服って言ったのはこれだね、きっと。これだね、うん、やった、かわいい。え、かわいいね、みたいな。かわいい。赤かわいい、なんか。サンタセンスあるじゃん。じゃあ次行きましょう。はい。何かな、次。何？何それ？あの、頼んだパックが入ってました。あ、パック、あれこれね、あ、流行ってるよね、これ。そう、でもさ、めちゃめちゃさ、テレビでもやってた、この前、それ。なんかみんな使ってんの。そうなんだ、うん、でね、うわ、いいんだと思ってね、ちょっと、うん、やってみようかなと思って。あ、けど頼んだのこれとかじゃさ、あの、うん、ま、枚数入ってることは知ってるんだけど、うん、値段が値段でなかなか手が出せなくて。へー、あー、かわいいかわいいんだ。これね、流行ってるんですよ、なんかこれ。でもこの前テレビでも今大人気って。まあパックですね、パック、パックです。いや、みんな使ってるんです、本当に。ね、いいらしいのでね、しょうちゃんも使ってみたいってお願いしたみたいですね。あ、これ超憧れてたやつ。あ、そういうので取るんだ、中から。そうなの。つまんで取るの。そう。へー、面白い。はい、じゃあパックも頼んだやつですね。頼みました。あ、じゃあ来ました。はい、じゃあ次行きましょう。嬉しい。もう終わり？まだある。まだあるの。お、箱だ、今度は。箱ですね。なんだろうね。あ、まだ来てないのは漫画とコスメか。漫画とコスメ、いきます。おー、すごい。3本も入ってる。3本入ってる。え、ロム&のリップを頼んだの。そうです。おー、すごいね。よかったね、3本も入ってる。え、待って、3本やば。じゃあちょっと開けてみよっか。え、待って、3本？え、ありがとうございます。もう土下座したいぐらい今。はい、じゃあちょっとね、箱から出してみましたね。こんな感じでした、はい、おー、いいね。並べておきたいでしょ、ね、そうね。同じ種類のいっぱい、はい、いろんな色で揃えたいタイプなの、うん、なるほど、よかったね。幸せなんだ。このね、ロム&のリップを並べてね、飾りたいって言ってたからね。よかったですね。ありがとうございます。はい、じゃあ次、余韻に浸ってるのはいいですけど、まだあんじゃないの。あと何だっけ、漫画。サンタ天使、漫画来てるかな。ん、何、どうしたの。何？いやー、やばい。やばいの？ありがとうございます。え、これ一冊だけ頼んだの？そうです。あれ、これ持ってなかった？去年もらってなかった？去年はもらってないです。あ、一昨年？それも違う？あれ？あれ、サンタにもらってない。あ、そうか。え、なんでこれ一冊だけ？一冊だけ。しかも持ってるよね、これ。22巻を頼みました。なんで？この表紙の帯が大優勝だったので、うん、飾り色と読むように脇を買った。そんなに好きなんだ。それでわざわざ頼んだの？すごい、一冊本当に来たね、じゃあね。漫画は、あの、今年は9年漫画だったから、うん、ちょっとさ、漫画は今年控えようかなと思って。なるほど。あと最近ニキビすごくて、うん、肌を整えようかなと思って。なるほど。あの、スキンケアメインで頼んでみたので、うん、はい、漫画もでもやっぱ頼みたい欲が出ちゃったんですね。それで考えた時に、うん、欲しいなって思っちゃったんですよ。もうほんと赤髪の治療機器好きすぎて好きすぎて。よかったですね。じゃあ、はい、はい、ということで今回はね、私のクリスマスプレゼントを紹介してみたんですけど、もうね、結論から言うとサンタ神です。サンタ天使でした。はい、ということで皆さんは何をもらったんでしょうかね。ね、知りたいよね。クロスラインとかだと、あ、もうやっ
やり取りしたんですけど、うんうん、ヨギボーとか、おお、いいじゃん、ゲームとか、うん、やっぱゲームだよね、男子はゲームじゃない、うん、男子はゲーム、女子はなんか、うん、抱き枕とかヨギボーとか、あー、そういう感じ、そっち系だったみんな。しほちゃんもう完全にこう女子力アップするようなものばっかだね。まあ漫画もありますけど、でもなんか大きいものドンじゃなくて、なんか今回は超細々したものだったね。細々したものはいっぱいね。去年はね、もう漫画だけだったよね。漫画だけでした。呪術廻戦全巻、野良神全巻。そうだよね。ちょっと、いや高かっただろうね、サンタ、ごめんよ。サンタの心配してくれてんのね。しかもさ、あの呪術廻戦去年、うん、全然もう品薄状態で。そうだよ、揃わなかったよね。全然揃わなくてサンタに頼んだわけだから、うん、入手大変したんだろうね。闇サイトとか使ったのか。サンタ？そんなことしないよ、サンタ悪い人じゃないんだから。やめて。頑張ったんだよサンタ。ありがとうございます。今年もすごいこまごま注文されて、無印まで買い物に行って大変だったね、サンタね。大変だったね、サンタ。ねえ、お疲れ様でした、サンタさん。お疲れ様でした。はい。それでは、バイバーイ。バイバーイ。